今酒取ってたわ。先輩をこう強調させるた、もしかして脈ありに誘われてる、これもしかして。来週あたり果物の名前、まあ、その人が運命の人ですって言われたんだよ。モモピだ。いつもこうならないんだけどな。せーの、とんこつ今日もピエンセマスカー恋の細虹チャンネル、略してホスロジ。今回の企画はホストクラブに行く女性について行ってみた。はい、ということで女の子を呼びしたいと思います。こちらへどうぞ。はい、おはようございます。おはよう。おはよう。自己紹介お願いします。特殊のツイッターモモピです。よろしくお願いします。ホストロジでも大人気のディープレさんに行っていただきたいと思います。私初回出たら久々なんだよ。おお、やった、うん、楽しみですか、うん、じゃあそういったところに行っていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。モモピちゃんはよくホストに行くんですか。行きます。めっちゃ担当多いと思う。どんな他のタイプですか。芸能人で言うと教えてください。芸能人でタイプいなくて肌白目でめっちゃ整ってる人が好き。ちなみに失礼なんですが、今の仕事は何をされてるんですか。付属所です。月にどれくらい稼がれていますか。いや、それ言うとちょっと担当に何をお願いされるか分かんないと言えないです。3桁以上ですか。いや、それはもちろん3桁以上です。ポストには最高どのくらい貢ぎましたか。一撃で1日だと350万オーバー。じゃあ、くっちゃ気に入ったホストがいた場合、今日指名してお金を使っちゃう可能性はありますか。今後の関係がスムーズにいくように助かりたいんで、ちょっといい人がいれば使っちゃうかも。こんにちは。こんにちは。はい、カオルです。よろしくお願いします。お願いします。カオルくんですね。お名前何ですか。モモピです。モモピちゃん、アイスの量どうされますか。2個で、はい。お酒の方はどうしますか。普通で。普通で、了解です。カオルくんの質でどれぐらいなんですか。これぐらいです。多くない。でも最初だからちょっと気持ちいい多いぐらいでした。じゃあどうぞどうぞ、飲んでもらって。イエーイ。なんでなんで、飲みづら。飲みづら。じゃあご一緒にいただきますね、うん、はい、いただきます。イエーイ。服装とかもバッチリ。それモモピちゃん多分バッチきますね、ホストだったら。普通にこの濃さでやっぱちょっと文句を言われるっていうのはちょっと納得いかないから、ちょっと一回飲み干そうか。はい、レディレディ頑張れ頑張れ。無理だったら途中で寝てもいいよ。オッケー。この君喋る元気でも。嬉しい、よかった。俺の元気いっぱいあげるよ。初回久々すぎてなんか緊張しちゃって、うん、お酒飲んで緊張ほぐしたら大丈夫と思うから、一発目の仕事はそれ。いや、もちろん俺のこと指名してほしいから俺ポサを出して先生に。いや、頑張られたい。すぐに頑張る。話しやすそうなわけじゃん。普通に職場のキャッチボールがすごくいい。下ネタあんま得意じゃない。いや、全然全然。本当に思った。カオル君の普通がどれくらいって言ったから手足しまったけどなって言おうと思ったんだけど、下ネタ好きかどうかわかんないから一回突っ込まなかった。あ、待って待って、結構濃いかも。ここに今酒取ってたわ。先輩をこう強調させるた、あ、もしかして脈割り誘われてる、これもしかして。そんなないおっぱいは強調しないよ。ないよ。うん、何カップぐらいか聞いてもいいな。 B ぐらい。へぇ。結局大事なのはおっぱいより下なの。中身ってこと、それともなんか可愛さってこと。全部。カオルくんみたいな人ってなんかめっちゃ可愛い子が好かれそう。カオルくん大好きみたいなのはあんまりなくて、ウィー飲み人でいいみたいな、うん、俺の指名の子はみんな可愛い。うん、みんなお願いします。はーい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでてください。喋りやすいからモモピちゃんのこうなんか引き出してますね、結構。はじめまして。はじめまして、勝利です。イケメンや。あ、本当ですか。志田勝利くん、すぐ問題児。若そうですね、何歳。今20歳ですね。やっとお酒飲めるようになった。10個差だ。見えないっすね。モモって意外とね、素31なんだよね。全然見えなくない。タイプはどんな人だ。金髪好き。あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、肌好き。いただきます。金髪好き言われてるやん。僕もとかないの。髪綺麗だから羨ましいです。2週間に1回美容室行くかも。へぇ。トリートメントとか。全然行かないの。もったいないよ、イケメン磨かなきゃ。そこで。きっと売れてるでしょ。人きっと売れてるでしょ、勝利君は。売れてないです。大丈夫大丈夫。え、人って言っちゃった。
つもより頑張って喋ってるな、そうですね。私もネタはあんまり、いや、私は全然いいんだけど、はい、そういうの言わなそうじゃん。言いそうな人が言っちゃダメだったかもしれないです。言わなそうですもん、ね、きちゃん。全然乗る乗る、言う言う言う。仕事ということみんな振りやすいんだと思う、そういうネタを。お仕事ツイッターやってて、お風俗嬢だから。ツイッター結構フォロワー多いですか？47,000ぐらい。すごいです。カブシオのツイッターです。400人ぐらいです。教えてもらいたいです。伸ばし方、初回でツイッターのフォロワー好きな増やし方。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、山田です。お願いします。ちゃん付けしたくなるぐらい可愛くない？ありがとうございます。太郎ちゃん来ました。僕ちょっといじってみて、それでちょっと綺麗になったって言われてますね。いつやったの？2週間前にやりました。ちょっとまだ段階も違うんですよ。脂肪吸引やったんで。顔小さい。やいやいやいや、ぐんぐんちゃんが小さいです。小鼻とかも してもよく、あそこ僕天然なんですよ。前の鼻天然。あ、本当ですか？うん、ちっちゃいですね。仲間久々になんか本物の鼻でそんな綺麗な人見たわ。歌舞伎町来ると顔整ってると整形って言われがちじゃないですか。もうめっちゃ言われる。言われますよね。痩せただけでも整形って言われない。そう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 。歌舞伎の人ってパーツパーツで褒めてくれるじゃないですか。うん、まあ、地元の人とか、うん、言わないから。そうやって地元にいる時そんなに褒められた記憶ないわ。そう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 。だから歌舞伎の人たちも褒めちゃうんですね。うん、わかるわかる。すごいサバサバしてて、モンビーめっちゃ喋りやすくて、ホソさんも話し始めますね。お願いしていいですか？はい、濃いめですか？おすすめでいいよ。え、今日月はちなみに得意ですか？得意じゃない。得意じゃない。酔いたいなら得意やねんよ。あー、一日に僕マックス100杯ぐらい飲んだんです。え、酒めっちゃ強くない？お酒強いっていうか、もう気合でちょっと飲んでみたいな。なんか楽しい方が好きやから。いや、気合で3桁は無理だよ。プライベートだとめっちゃ酔える。プライベートも全然酔えますね。3杯とかでも顔真っ赤になって。マジ？逆に飲みますね。プライベートホストクラブ来て飲むみたいな感じかな。うん、休みに来て飲んでから何するんですか？ホストクラブする。イエイ。シーサスする。歌舞伎町多いですもんね。休みの人が歌舞伎町出ようって思って、うん、いろんなとこ行くんですけど、うん、閉まっちゃう、お店が。新宿の方が割と長くやってるところが多い。やってんね、てか朝からの。そう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 。見ていけるよね。ロッカーが閉まったんで、うん、あ、ちょっと迎えちゃいました。ごちそうさまです、ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。私でも示すのは太郎ちゃんがいいですね。一緒に楽しそう。ヨーマです。こんにちは。お願いします。お願いします。お名前は？モモピです。モモピ、美味しそうな名前。初めて言われた。来ました、大本命。先週占いに行ってきて、はい、うん、来週あたり果物の名前、まあ、その人が運命の人ですって言われたんだよ。モモピだ、運命の人出会いだ。ヨーマスに言われると全く悪い気がしない。食べたくない。ここまでイケメンだとなんか私困りますわ。初回久々でなんか戸惑っちゃう。ここまで可愛い子いたら戸惑っちゃう。どうした？いきなり緊張してきた。やばいやばい。モンビーもさすがに戸惑うんだ。モンビーいっぱいイケメン見てそうだもんな。イケメンが好きですか？イケメンが好きです。怖くです。本物イケメンですね。ありがとう。綺麗な顔してるから鏡見てるかと思っちゃった。やっぱね、めちゃくちゃホストだね。やばいやばいやばい。でもここならないんだけどな。新しい担当を見つけに来てくれた。増やしたいなと思って。増やしたい自分のデュエルを。デュエル一人がいいな。ハマったらこうなっちゃうね。はい、もうじゃあハマらせてあげるな。だからやっぱもうそしたら、ね、怖い。うわー、リョーマさんからすごい言葉出てくる。すごい。え、結構お酒強いですか？強いです。ショットとか飲みます？飲めるし、まあ、やっぱこうやって可愛い子と一緒にいた方がいい。いくらでも飲めるから。じゃあまずはティー。ヨーマくんぐらいの人だったら、お酒を飲ませるのが申し訳ないなってちょっと。そういうものは、大きな入れたことは。ありますあります。なんか、でも、最近そういうものを言えた記憶がないですね。本当に？久々に入れたいですね。ヤマさんお願いします。あ、了解です。モンピありがとう。ありがとうございます。締め待ってるね。運命だから、運命の。あ、そうですよね。こんなにイケメンな方が運命なんですよ。ありがとうございます。ありがとう、ごちそうさま。モンピちゃんどうですか、送り決まりましたか？決まった。また決まった。ちなみに誰ですか？ビリオマク。ビリオマクね。あんなに自分のペース乱されるあんま人いないなと思って。かっこよかったです。リョーマさんの時だけ全然違いましたもんね。やめてやめて、恥ずかしい恥ずかしい。やばいやばい。このままちょっと飲み直しようかな。え、飲み直しするの？うん、この流れで飲み直しした方が楽しいと思う。あ、リョーマさんで、うん、どうします？すずさん、ほんとまだ時間あります。行っちゃいます。本当ですか？うん。
もしその密着させてって言ったら来てよ来てよ本当に、うん、わかりました。じゃあ密着させていただきたいと思います。皆さん、ホスロジーチャンネル登録してね。よろしくお願いします。